最後この旅はまだまだ始まったばっかりさ。 Life is so crazy、 旗は気持ちよく揺れてる。来たら蹴りまいりはい、追っかける。絶好調ですね。結構まあ疲労は溜まってきてはいるんですけど、その中でもしっかり追い込みができているのでバッチリです。まあ、とにかくガツガツ前に出てくる、まあ、気持ちは強そうだなっていう感じはします。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、カウンターとかも狙っていければいいかなと思ってます。じゃあ出した方がいいか、出した方がいいか、はい、雨のやついいかな。ですね、まあ得意なものをしっかり磨いていけばいいと思ってるんで、やっぱ基本的にはカウンターがうまいんですよ、田中さん。いつもで俺とかもいつもスパーやってて、行こうと思った瞬間にコンってやっぱ切れてくるのがすごいうまいんで、そういったところを生かして相手の出鼻を全部くじくようなパンチ、まあ蹴りで、最近パンチもすごい重たくなってきたんで、しっかり効かせていけるんじゃないかなと思ってるんで、もちろん蹴りも得意なんでバンバン蹴りも出していくんですけど、あと今までよりもかなりやってるのが首っすね。首相撲の展開になってもしっかり持っていけるんじゃないかなと、自分のペース握れるんじゃないかなと思ってるんで、そんなとこです。はい、またちょっと試合感覚が空いてしまったんですけど、念願の試合決まって、またしかも後楽園ホールで初めての NKB に出させてもらうっていうことで、とても嬉しい気持ちでいるので、とにかくまあ初めて見てもらう人もいっぱいいるかと思うので、インパクト残せるような熱い試合を見せたいと思います。